こちらが、アリーラニです。コンドミニアムっていう感じじゃないですよね。タウンハウスですね。そしてここ目の前を走っているのがアリードライブです。向こうに見える茶色い屋根がカーサ・エムデコですね。とても大きなコンプレックスなので、エントランスが北側と南側、2つあります。こんなにたくさんあるんですね。ちょっとユニット数、今すぐ手元にないんですが、後で、ちょっとディスクリプションのところに数字入れておきます。全部2階建てです。駐車スペースが結構限られているので、アリードライブ沿いにビジターの方は止めたりしてるんですが、私はゲストパーキングがたまたまあったので。それから先ほどの物件、2ベッドですね。一般的には3ベッドのタイプが多いです。先ほどの2ベッドの物件、$299,000ですが、アサイン、割り振り、割り当てられてる、パーキングが2台あるそうです。結構美味しいです。すごいたくさんありますね。建物に見えますかね、 K って書いてあるんですけれども、みんな同じような建物なので、アルファベットで、名前がついてるんですね。割り振り、割り当てられてます。こちらがアリーラニの外観、それから、パーキング中心ですけれども、ざっとご案内しました。